been away for far too long, but now I'm on my way back home。 はい、おはようございます。おはようございます。おはようございます。今日は、はい、ミューティーンです。ミューティーンさんね、はい、私のタキシード選びになります。はい、久々ですね。久々ね。ミューティーンさんに行くのは、まあ、ポイントとしては黒にするか茶色にするかで今悩んでおりますが、もうちょいいい色が他にないかを探して最終的に、やっぱりまあ茶色似合ってましたけど、パリで来たんで、まあ、そこをちょっと見てみましょう、考えましょう。パッと見てあれやっぱ素敵だね、うん、でも考えても素敵、うん、素敵だね。はい、私はお二人の YouTube 拝見させて、 ありがとうございます。めっちゃ良かった。めっちゃ良かった。めっちゃ素敵だった。いや本当に、なんか時間はやっぱりなんかすごいお二人の記憶にはすごく残ると思う。でパリのなんか次オリンピックじゃないですか、うんうん、見てる時も、ね、あ行ったなとか、うん、確かにそういうことを感じられる、なんか仕掛けがすっごいたくさん、前撮りの結婚式ってやっぱなんかすごく記憶に残る日で、まあ、これからの2人の人生の中ですごい豊かにできるきっかけがすっごいたくさんだなと思って、うん、めちゃくちゃ良いです。まさに本当に、本当にあなた擦り切れるほど見てる。見てる。あの回ばっかり自分で見て、何だろう、お風呂から大抵聞こえてくる。あ、また見てんなっていう。見たいじゃん。思い出したい、はい、見たいじゃないですか。いや素晴らしい、はい、よかったです、はい、はい、よかったです。その中でもやっぱり今日伝えたいなと思ったのがやっぱり何度前撮りの写真見てても本当にアドレスを選んでよかったって本当に何度も思うんですよ、うん、本当に思います本当にしか言えない、たくさんの人たちにね声かけてもらってね、はい、嬉しかったですよって言われて、あなたのドレスのセンスすごくいいねって、うん、嬉しい、レストランでも言われましたし、はい、もう本当に大変おこがましいんですけど、私の体にぴったりすぎてもう本当にオーダーメイドかのような、うん、もう本当に着てて居心地が良すぎて、うん、もう本当にありがとうございました。こちらこそ。また5月18日も、はい、あ、はい、よりと、はい、私ですね、はい、はいはい、また幸せを感じていただけるように、うん、よろしくお願いします。お願いします。いや、1時からか、うん、1時から1時から披露宴が開始、はいはい、スタートですね、はいはい、で3時半4時半ぐらいかな、挙式になる、はい、それをあちらのお庭の方で、はいはい、挙式が4時半に終わって、はい、あと1時間ほどカクテルパーティーを行って、はい、そのまま庭の中でお酒を飲みながら、はい、デザートと、はい、デザートとお酒を楽しんでもらう時間をっていう、お洋服に関して言うと、うん、はい、前半は仕立てたスーツがあるので、はい、披露宴はそれを着る、はいはい、それを今日実は持ってきていて、あ、ありがとうございます。あの、ね、こちらですか。あ、これです、はい、これです、はい、そう、はい、あの蝶ネクタイとか決めてないんで、はい、もし合うのがあればお借りしようかなとか、ね、なんかいろいろと思って一応持ってきて、はい、うん、ありがとうございます。で、挙式にタキシードっていう形ですね、はい、うん、はい、かしこまりました。ありがとうございます、はい、じゃ、そのままカクテルパーティーもぜひそのまま続けて、そうですね、はい、基本的には外で、はい、っていう感じ。かしこまりました。はい、もういい素晴らしい、はい、気持ちよさそうですね、うん、気持ちいいです。いい色ですね、うん、ちょっと渋めのグリーン、少しここで蝶ネクタイが見てという、はい、かしこまりました。ちょっと今日、ごめんなさい、お時間もしあれば来ていただいてもいいですね。はい、はい、ぜひ、ぜひ、多分イメージはのと、うん、あの、はい、蝶ネクタイは合わせたいので、あ、はい、わかりました。ぜひぜひ、はい、お話ししながら、うんうん、ご提案します。そうです、はい、わかりました。じゃあ一旦来た後にこれを、はい、はい、はい、切り替えっていうのですね、着なくてもいいんですけど、狙っていくのは
と似合う。こんな感じです。似合います。あ、じゃあちょっとブーケってもう決まってます？これから。いや、まだ、うん、この色っていう感じではないですけど、まだ始まったばっかぐらい、ね、結構オレンジっぽかったり、ね、なんかもするかも、濃い色っぽい、うん、はい、多分ちょっとここは多分まだ決めないで、うん、ブーケ決まってからにしましょうか。何個かつけて、うん、で、はい、で最後ブーケ決まった時点でこれにするかいいかなと思って、うん、はい、じゃあネクタイ変えてみます。まず最初はこれ、うん、これでちょっといっぱい写真を撮る。あ、そうですね、写真が見えますよね。あ、そうですね、私の前にボルドー系じゃなくてブラウン、似合うな、合いそうかなと思いますし、はい、ちょっと浅めの色味のブラウンでドットの柄とかも柔らかさにそうかなと思います。あとボルドーに振っていくならこうドットもいいですし、外なんでナチュラルでちょっとグリーン系で整えるっていうのもおしゃれ、結構花が目立つと思います、うんうん、あと色味オレンジとか入れていくんだったらちゃんともっと色が入ってくるので景色とも差も出るかなっていう。こういう明るい色が、うん、多分明るい色が来ると思います。その時にどう、そう考えるとそんなに邪魔しない方がいいのかね、うんうんうん、そうだね、強すぎない方がいい、強すぎない方がいい、うん、もし同じ系統の色味が来るなら確かにそうですね、グリーン、うん、うんうん、アースカラー、それがすごく合う、合いますね、これ合うよね、うん、これで写真を撮ってみましょうか。はい、うん、はい、アースカラーが爽やかに、赤も待っていくのかな、これは確かにお花大事ですね、はい、あ、結構大事です、はい、こうバランス、はい、ブーケ決まったな、はい、これ確定はブーケ決まってから、ね、はい、これも前から、はい、はい、あ、前から、すごい、はい、あ、そうかそうか、4、赤なんで、ここに入れといてほしいですね。ちょっとパンにはなかったシチュエーションなんで、そこをちょっとイメージしといていただきたくて、そうしよう。飲みの市で買ったあれを入れといて、パリの飲みの市、ああ、いいですね、めっちゃいい、そんなのある、はい、お、それをぜひ忍ばせておいてください。はい、お願いします。何笑ってるんですか？笑っちゃう、めっちゃちゃんと真剣に見てくれてすいません、真剣にここにも面白い場所いただいて、あ、似合うんですよね、このぐらいも思ってます。あのドレスのバランスと合う、でなんかドレスのシンプルさっていうのは、僕には一番美しく見えるなと思ってるんですけど、なるほど、黒って、まあ、隣の方を立てるっていうのもありますし、私はそういうのやっぱモノトーンのところって、うん、ご本人が一番わかります。はいはいはい、なるほど、かなと思ってます。あの屋外5月っていうところのシーンもあるので、はい、ブーンとデニムが刺さる、うん、はい、軽さも良かったりするので、はい、おそらく大丈夫です。はい、はい、では開けます。はい、ありがとうございます。こんにちは。いいですね。いいですね。爽やか。いいです。あ、これもまあいいよね。爽やか。このネクタイグッとしまった。はい。はい、でもこの時のブートニアは白になります。なるほど。はい、あ、なるほど。もう相変わらずラインがね、ね、横も綺麗綺麗だね。ネクタイもまだできますけど、カバーバンドにしてました。はい、その差をちゃんとつける。でもなんか挙式こっちの方が、うん、いいかな。ね、さっとね、かっこいい。そうですね。なんかこうベストなしの方がいい。なんかね、うん、スマートな感じします。とっても挙式はこうの方がいいと思う。はい。すごいいいね。いいよね。とっても似合いますね。ちょっとおしゃれに。うん。閉めてる、うん、そうですよ、ね、はい、これ似合いますね、そうです、ちょっとお顔を撮れてみますか。サスペンダーはそのジェームスモンドとお揃いのブランドです。あ、そうなんですか、はい、まあ、テンション上がってるよかったポケットケーパーバージョン若干ヘッド、そうですね、こちらありがとうございます。あ、うん、確かに似合うんだな、似合うんだな似合うんだな似合うんだな。
あやっぱりベスト姿、うん、かっこいいですよ、ね、かっこいい、あいいですか、いい、はい、これもいい、いいですか、はい、うん、カクテルですか、カクテルいいんじゃない、どうしよう、カクテルですか、カクテル、カクテルですね、これは、え、似合う、うん、似合いますね、はい、似合いますね、なので挙式これで入って、うん、カクテル脱いで、うん、最後締めの挨拶もう一回来て終わる、うん、それがいいかも、かっこいいんだな、かっこいいな、あああとは思ったさ、芝生の中での、うん、そうですね、まあ、やっぱりシチュエーションなんで、うん、それをどうするか、確かに、でもなんか個人的に途中で挙式するじゃないですか、うんうん、なのでなんかその締まるパリッと感はあった方が、うんうんうん、あの空気感がいいだろうなっていうのは思っていて、うんうん、主役がパリッとしてるのは悪くない気がします、そうですね、自然の中でも、そうですね、うん、次にやっぱここがズバッときますけど、うん、ショールカラーはね、これ見方はちょっと大人でこじゃれたまんま終わるよりかは、うん、しっかりと一回しっかりお見せするっていうのはいいよね、しかもこの時ここだもんね、そうですね、あ、そう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 、そうですね、このドレスってドレスらしさ、ウィニングドレスらしさがある、そういう、うん、うん、この書体でやっぱ手紙を読んだら挨拶をしたりする考えることがあります、うん、うん、はい、そうです、私の方、はい、ありがとうございます、めっちゃいい、あの、あとクリップも一緒に送るようにするの、 ありがとうございます、はい、いや、ピース、なんかこの感じも、はい、一人も黒着てこなかったらかっこいい、うん、それは難しいね、会場一人も黒がいないで私だけバシッと黒が一人いたら、そうだね、それはかっこいいね、あの人主役だって分かる、うん、かな、うん、確かにね、一人際立つ感じ、まあ、しかも物が違いますよ、やっぱり、ね、見た上質感がやっぱ絶対違うから、それはかっこいいよね、この感じもまあいいよね、やっぱ、うん、黒かな、似合いますね、似合いますね、ありがとう、黒ほどグランビューティーさんと相性、いや、そうですね、絶対そう思います、ありがとうございます、そうだよね、でもね、うん、これの方がいいと思う、これの方がいい、うん、言い切った、ありがとう、じゃあこれにしよう、さっきじおお、3列こんな感じ、あはい、すごい、まあ、こういう風に並んでいるのかしらって、ね、おめでとうって、シンゲさんみたいなおしゃれな人いる、まあ、イメージできてれば黒がいいかなと、これでいきましょうか、はい、はい、しましょう、どんずばでいいですか、先生は大賛成です、最高です、正統派とはいえすごくギミックがいろいろ、そうだよね、ボタンのくるみボタンとか、まあ、だから選んでるでしょ、色とか大きいのじゃなくてこっちはディテールでしょ、おおお、なんとかは細部に宿るってやつですよね、そうですね、神は、神は細部に宿る、なんとか大事な部分が、大事な部分が大事な部分がない、黒でいきましょう、よし、まず、長さがこれで調整、